びっくりしたな。テンション高いですね。ねえ、今週の噂のゲームなんですけれども、超話題作のスーパーマリオ RPG ということなんですけれども、編集長、これはどうなってるんですか今。グラフィックがすごく良いですよ、はい、あのヨッシーありましたよね、うん、ドローイングで描いたあのパステル調だったじゃないですか、絵みたいな感じのね、そうそう、はい、ああいうんじゃなくてですね、あのスーパードンキンコング の、うん、あのなんていうのかな、すごいグラフィックのいいやつありましたよね。君外国人今 OKOK ってことはないなと思って言ったけど、ああいうなんかピカピカのツルツルした 3D の、ああいう感じの、でもほとんど完成してるみたいです。あとバランス速度だけすごい、マリオ発売もマジかでございます ね。それじゃあですね、早速ゲームの方見てみましょう。見ていただけば分かるこのグラフィック、うん、かわいいマリオ、うん、綺麗だな、本当にあのドンキーコングの時に驚いた映像がさらにこう広くなってますね、うん、しかもドンキーの時はあの割とこう、まあ、背景とそのドンキーの色2面ぐらいだったんですけど、今回も完全にクォータービューになってますから、うん、遠近感が非常にうまく出ていると。斜めから完璧に立体を見せる。今クッパ出てましたね。なんかあのマリオのキャラクターが全員プラモデルになって出てきてるみたいなね。プラモデル、そうですね、うん、すごいきちんとしてる、ほらちょっとしたミニゲームもこういうの入ってる、マリオカートみたいな感じですね、こういうのが入ってるんですよ。トロッコに乗るマリオ、ジャンプ、これだけ見てるとアクションゲーム、高さが分かりますね。そうでしょ、これでも、ね、やっぱり、ね、RPG なんですよ。やっぱり RPG でもどっちかっていうとこうアクション寄りなんでしょうね、かなりね。そうですね、こう一生懸命こう敵を倒してどうこうっていうよりもですね、なんかもうアクションゲーム感覚でぴょんぴょん飛び跳ねたりとか。そうですね、なんかマリオは飛んでほしいですね、なんか、ちゃんとニョロニョロ出てたり。あ、ヨッシーよし、そんなに喜ばなくてもいいですね、僕ね、幼稚園じゃなくて、ね、よし、よし、肛門でかいからでかい様も全然いいですね、ほら、これなんかすごい、ね、これマリオカートで打ってましたね、ドッスンだから落ちてくるやつ、こういうなんかこう、アクションゲーム、うん、アクションとしてもアクション好きも楽しめてロールプレイングの要素もあるっていう感じ、ね、コイン出てるね、これ私大丈夫かもしれないです、ロールプレイング苦手な人もこれから入れば、ミニゲームとかほらアクションゲームっぽい要素の方が多いから、うん、大丈夫かもしれない。動きいいよな、なんかこれだけ見せてもらえる、音符とか飛んでる、なんか音楽を覚えてこの道を進むと、はあ、これね、実は作ってるのがですね、スクエアさんってファイナルファンタジーとか作ってるんですよね、はい、彼らとその任天堂のそのマリオさんと共同開発なんですよね。そうですよね、キャラクターは任天堂のまあものじゃないですか、マリオは、それをこうなんですか、プログラムとかゲームをこのスクエアが作って、あの任天堂ってあんまりロールプレインゲームってね、ノウハウがなかったりなんかして出なかったんですけども、あのスクエアがそういうノウハウをしっかり持って出てきて、アクションゲームっていうのを、まあマリオのスタッフが作ってという、そういう感じで宮本さんも監修してるって言ってるね。これなんかキノコが出てきて大きくなったりとかしない、あ、なんかそういうビジョンも入ってるみたいですよ、ちょっとなんかマリオのシリーズが好きだった人ってクスッと笑えるようないろんなイベントが入ってるみたいですね。でもなんかね、任天堂とそのスクエアが手を組んだっていうのは、うん、なんていうのかな、曲で言ったらミスチルが詩を書いて小室哲哉が曲をつけるというような、ちょっとちゃいますよ、そりゃミスチルと桑田佳祐が出してたね、それ、こう、うんうんうん、あんな感じですよ。じゃあそれでいいよなんかすごいでかいプロジェクトだし、変な話期待もすごくでかくなるけど、でいてそれで企画で倒れちゃうかなと思ったら、この映像見たらかなり面白そうですよね。かわいいですね、かわいい、かわいいだけじゃなくてゲーム性がねしっかり完成されてるみたいで、うん、いろんな楽しみ方ができると思います。さすが編集長ですね、2人がかわいいしか言えないところを、ゲーム性が確かにあるって、2人が言えないのはまだしもさ、俺まで一緒にかわいいって言ってる場合じゃないんですけどね。でもなんていうのかな、そのマリオに出てきたね、もともとは2次元の絵じゃないですか、平、はい、面だったのを、あれだけきちんと 3D になるんだね。それでなんかこう立体に見えてて、どんな風になってるか想像もつかないところをしっかり立体に起こしても、うん、あのキャラクターのね味わいっていうのは変わらずに出てますから、ね、うん、キャラクターでね、いろいろみんなの思い入れのあるキャラクター今までのシリーズにもあると思うんですけど、ああいうキャラクターみんな出てくるんですか。出てきます、さっきもクッパも出てきます、花子も出てきます、ボスも出てきますし、ヨッシーくんかわいいですね、ピーチも出てくるんですね、ヨッシーくん大好きなんですよ、俺はね一応ね海の中とかあるのかなって、今まで写真でも映像でも出てないですけど、海の中住んだりとかあるのかしらって一応思ってるんですよね。
あもうなんか結構知ってるけど言えないことあるぞっていう今顔がもう言ってますね。ねえ、まあ後からこそっと聞き出しましょう。そうですね、そうですね、あのそういう意味ではね、あのマリオっていう誰にでも愛されるキャラクターのゲームと、はい、そのスクエアっていうね、本当にやっぱりロールプレイングの王道を作ってきた会社が組んでるんで、これやっぱりね、誰がやっても面白くて奥が深いものになるんじゃないかと、これは深いですよ。